ベルリンフィルハーモニー管弦楽団によるクラシック音楽の演奏クラシック音楽の本場はドイツやオーストリアであるクラシック音楽のリズムパターンはほとんどが競技や例えば四拍子なら第一と第三拍が強いパターンばかりであるアフリカ大陸ナイジェリアオスニ州の伝統的なドラマーによるドラムの演奏伝統的な アフリカの音楽の多くが、同一パターンを円環的に、長時間繰り返すという特徴がある。リズムパターンは、西洋の伝統音楽とは逆であり、四拍子なら、第二拍と第四拍を強調する。つまり、いわゆる、裏拍を強調する。音階も、西洋音楽のものとは異なる、特徴的な音を含む。 アフリカに白人がやってきて、アフリカ人を捕らえて奴隷にしてしまい、北米や南米へ連れ去ったことで、アフリカの音楽が北米や南米に広がり、ジャズやブルースを生むことになり、やがて白人もそれを演奏するようになり、世界中に広がった。中国の雅楽を演奏するための楽器編成例。紀元前433年のもの。中国の雅楽が、 漢字文化圏の朝鮮の画学や日本の画学に大きな影響を与えた。音楽とは音による芸術である。音による時間の表現といったものまで様々な定義がある。音楽の歴史は有史以前まで遡ることができる。近年では人々の音楽を聴く行為を統計的に見ると再生音楽が聞かれている割合が多くなっている。では 音による芸術とした。四世紀古代ローマの哲学者、アウグスティヌスの音楽論では、ムジカエサイエンツやベネモジュランディとした。ジョン・ブラッキングの書では、人間が組織づけた音とされた。ジョン・ケイジは、音楽は音である。コンサートホールの中と外とを問わず、我々を取り巻く音である。と語った。旅史春秋に、すでに、音楽という表現が見られる。 英語のミュージックをはじめ、ヨーロッパの多くの言語においては、古代ギリシャ語のミュープシロンシグマイオタカッパを語源とする。ムーサは、ミューズの名でも知られる芸術や文化を司る女神である。音楽の分類にあたって、まず注意すべきことがある。諸民族が展開してきた音楽文化や各文化の中に存在する多くの種目に対して、恣意的な分類を行い、 レッテルを貼ることは便利ではあるが誤解を招く危険がある。民族音楽という用語を安易に使う人がいるが、この民族音楽という用語はクラシック音楽、ポピュラー音楽、邦楽に対して同時代の他の音楽をまとめて民族音楽と呼ぶという意味合いが強く、これは不適切であるとトバンクで指摘されている。民族音楽というレッテル分類用語は 非常に不適切なのである。中立的な分類方法としては、ヨーロッパ音楽、アフリカ音楽、アジア音楽と分類する方法がある。それ以外の中立的な分類法としては、地域名や国名で分類する方法があり、例えば、ドイツ音楽、インド音楽、日本音楽などと分類する方法で、これは実際広く行われている。 そして一部の国ばかりに関心を向けて取り上げておいて他の国を無視するようでは中立性を欠いていて味方が偏っていることになる。そしてクラシック音楽、ジャズ、ポピュラーミュージック、ロックなどのジャンルが各国に普及するということも起きているので国名とジャンル名を併記するという方法は現実的である。例えばフレンチポップス、イランポップ、インドポップス、 C、ポップ、K ポップなどと分類することは、現実的なのである。同様に英語で、ジャーマンジャズ、スパニッシュジャズ、カナディアンジャズ、ジャパニーズジャズ、と分類していることも、中立的で、なおかつ現実的なのである。上で指摘した中立的分類法の基本となる、国だけ分類する方法は一部を抜粋しただけでも、以下のようなものがあることになる。 上記の国別の分類に加えて、コトバンクで指摘されているように、各国名とジャンル名を組み合わせて、例えば、国のジャズ、国のポピュラーミュージック、と、国名、ジャンル名で、分類を取りこぼしなく、網羅的に行うと、中立的かつ現実的に分類したことになる。音楽の、ジャンルとは、音楽の様式や、形式のことである。古来、音楽は、 多くの社会で、娯楽、宗教、儀式などを通じ、生活に密接したものになっており、多くの特徴ある形式や様式を生み出してきた。音楽のジャンルは、現在聴くことのできる音楽の様式、形式であると同時に、発生した、源の歴史の手がかりとなっている。現代の音楽は、様々なジャンルの複雑な合成になっていることが多い。音楽は、 有史以前から行われていたとされるが、いつ、どのように始まったかは定かでない。ただ、それは、歌から始まったのではないかと考えられている。西洋では、古代ギリシアの時代には、ピタゴラスやプラトンにより、音楽理論や音楽に関する哲学が始まっており、古代ギリシアの音楽は、ギリシア悲劇や死に伴う音楽が主であった。これが、後のクラシック音楽につながっている。 東洋では、江戸時代まで創建業、花輪保吉市らによって、温古堂で講談された和楽や中国神話によると、縄の発明者の氏族が、下部や楽器、楽譜を発明したとされる。花輪保吉市は、年始である縄や、欠場の発祥を、日本列島から出土する土器や房総半島飯岡の網小屋に残る、有欠網に探し求めた。 研究成果を軍書類順に編算した。クラシック音楽の音楽史においては、6世紀頃まで遡ることができる。まず、この頃に、キリスト教の成果である、グレゴリオ聖歌や、多声音楽が生まれ、これが発展し、15世紀には、ブルゴーニュ公国のフランドル地方で、ルネサンス音楽が確立された。16世紀には、 本格的な器楽音楽の発達、オペラの誕生が起こり、宮廷の音楽が栄えた。これ以前の音楽を初期音楽と呼ぶことが多い。その後18世紀半ばになると民衆にも音楽が広まり、古典派音楽と呼ばれる形式や火星に重点を置いた音楽に発展した。またこの頃から一般的に音楽が芸術として見られるようになる。19世紀には、 表現に重点を置いたロマン派音楽に移行し、各国の民謡などを取り入れた国民学派も生まれる。20世紀頃には、気分や雰囲気で表現する印象主義音楽や、火星及び蝶の規制をなくした音楽などの近代音楽が生まれ、さらに第二次世界大戦後は、現代音楽と呼ばれる自由な音楽に発展した。 ポピュラー音楽の歴史は17世紀頃、アメリカへの移民まで遡る。本格的に移民が行われるようになると白人によるミュージカルのような劇場音楽が盛んになった。また、アフリカからの黒人により、レイカブルースやゴスペルが始まった。19世紀末にはブルースが西洋音楽と融合し、スイングや即興、ポリリズムが特徴的なジャズに発展していった。 1920年代にはブルースやスピリチュアル、アパラチア地方の民族音楽が融合したカントリーミュージックが人気を集め、1940年代には電子楽器や激しいリズムセッションが特徴的なリズムブルース、1950年代には R&B とゴスペルが融合したソウルミュージックが生まれた。さらに九百五十年代半ばには カントリー、ブルース、R&B などが融合したロックンロールが現れ、1970年代にはヒップホップの動きが現れた。など、基本的に各ジャンルの記事の中に歴史の節があり、そこで説明。日本では縄文時代からすでに音楽が始まっていたが、5世紀から8世紀にかけて朝鮮半島、中国から音楽を取り入れたことから、 様々なジャンルの音楽が始まった。まず、平安時代に、剣闘士を廃止して、国風文化が栄えていた頃、外来音楽を組み込んだ画楽が成立し、宮廷音楽が盛んになった。その後鎌倉時代、室町時代には、日本固有の猿楽が始まり、脳、狂言に発展した。江戸時代でも日本固有の音楽が発達し、俗楽に発展した。 明治時代以降は音楽においても西洋化、大衆化が進み、西洋音楽の歌曲やピアノ曲が作曲された。昭和時代には、歌謡曲や流行歌などの昭和時代のポピュラー音楽が始まり、戦後はアメリカのポピュラー音楽や現代音楽が取り入れられ、演歌や J-POP に発展した。など。基本的には、国の音楽の記事の中の歴史の節で解説されている。 蒸気の要素に関連して、いわゆる西洋音楽の世界では、一般に音楽はリズム、メロディー、ハーモニーの3要素からなると考えられている。ただし、実際の楽曲では、それぞれが密接に結びついているので一つだけを明確に取り出せるわけではない。また、音楽であるために3要素が絶対必要という意味ではない。例えば西洋音楽以外では、 ハーモニーは存在しないか気迫であることが多いし、逆に一部の要素が西洋音楽の常識ではありえないほど高度な進化を遂げた音楽も存在する。このように、これら3要素の考え方は決して完全とは言えないが、音楽を理解したり習得しようとするときに実際に用いられ効果を上げている。音楽行為に関しては、現代では一般的に、 作曲、演奏、鑑賞が基本として考えられている。作曲とは、作曲者の心に感じたことを音によって表現することである。演奏とは、再現芸術とも呼ばれ、作曲された音楽を実際に音として表現する行為であり、原曲を変えつつ演奏したり、声楽曲を器楽曲に変えるとした上で演奏する行為も、演奏行為とされる。 鑑賞とは音楽を聴いて、それを味わったり、価値を見極めたりすることである。作曲とは曲を作ること、あるいは音楽の次第を考案することである。具体的には楽譜を作成してゆくということもあれば、即興演奏という方法で楽譜制作は抜いて、作曲をすると同時に演奏をしてゆくということもある。演奏とは実際に音を出すこと、つまり、 音楽を奏でることであり、楽器を奏することだけでなく、講義には歌を歌うことも含まれる。演奏には、即興演奏もあれば、譜面に従った演奏もある。中でも、ジャズでは、即興演奏が多用され、一方クラシック音楽では通常は、譜面の音符の通りに演奏されている。真に、機械だけによる演奏は、自動演奏と呼ばれている。鑑賞とは、演奏を、 視覚、聴覚等で楽しむことにより、音楽的芸術を示すことである。音楽評論家等は、職業として、それを行っていると考えて良いだろう。楽器の編成は演奏する音楽のジャンルによってある、程度左右される。例えば以下のようなものがある。音楽は生演奏だけでなく、記録、再生された、レコード音楽あるいは、再生音楽を楽しむことができる。 近年では、人々の音楽を聴く行為を、統計的に見ると、再生音楽が聴かれている、時間、頻度が、圧倒的に多くなっている。路上パフォーマンスを行う、トランペット奏者性演奏される音楽は、EN、パフォーミングアーツの一種であり、や、生で、踊られるダンスなど、他のパフォーミングアートと同様に、パフォーマーがパフォームする、たびに、多かれ少なかれ。 異なるという特徴がある。音楽の記録、伝達方法として最も古いものは交渉であるが、やがていくつかの民族は音楽を記号の形にして記す、いわゆる楽譜を発明し使用するようになった。各民族では様々な寄付法が開発されたが、11世紀初頭にイタリアのグイード・ダレッツォが付箋を利用した寄付法を開発し、これが 徐々に改良されて17世紀に入るとヨーロッパにおいて五線譜が発明された。五線譜はすべての楽曲や楽器の表記に使用でき、さらに譜面上で作曲もできるほど完成度が高かったため、以後これが楽譜の主流となった。楽譜はあくまでも音楽のデータを記号に変換して記すものに過ぎなかったが、1877年にトーマス・エジソンが ロースが録音機を発明すると音楽そのものの記録が可能となった。録音の技術はその後も発達し続け、1960年代には録音機器やシンセサイザーの普及がポピュラー音楽の制作手法を根本的に変えた。1990年代にはデジタルレコーディングが普及し音楽の加工の技術的な可能性が広がった。音楽を伝達する媒体には 様々なものが存在する。記録媒体に音楽を保存するものとしては、SP 版、LP 版、EP 版、コンパクトカセット、CD、ビデオテープ、LD、フロッピーディスク、MD、USB、SD、HDD、SSD、DVD、BD、HVD などが存在する。こうした記録媒体の音楽は、 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーをはじめとする録音再生機器によって再生され使用される。また、音楽を配信する手段としては、AM 放送、FM 放送などのラジオ放送や、テレビなどの放送メディアが存在するほか、最近ではデータ圧縮技術を活用して、インターネット経由の音楽配信が盛んとなってきている。レコード古くは、 王公貴族や教会などが音楽家を保護し、その中で数々の名曲が生み出されていたが、18世紀頃より、ヨーロッパにおいては市民の経済力が向上し、不特定多数の聴衆に向けての演奏会が盛んに行われるようになった。この傾向は、フランス革命以後、上記の特権階級の消滅や市民階級の経済力向上に従って、さらに加速していった。 また、16世紀には、活版印刷の発明によって、楽譜も出版されるようになった。印刷楽譜はそれまでの著者によるものより量産性、正確性、価格のすべてにおいて優れたものであり、音楽、特に同一の曲の普及に大きな役割を果たした。楽譜出版は、19世紀には、商業モデルとして確立し、音楽産業の走りとなった。 19世紀末までは自分で演奏を行う以外は音楽を楽しむには基本的に音楽家が必要であったが1877年にトーマス・エジソンが蓄音機を発明しついで1887年にエミール・ベルリナーがこれを円盤型に改良しここからレコードが登場すると音楽そのものの個人所有が可能となり 各個人が家庭で音楽を楽しむこともこれによって可能となった。ついで、1920年代にラジオ放送が開始されマスメディアが音声を伝えることも可能になるとすぐに音楽番組が開始され、不特定多数の人々に一律の音楽を届けることが可能となり、音楽の大衆文化化が進んだ。そしてその基盤の上に音楽の制作や流通、 広告を制御とするレコード会社が出現し、大規模な音楽産業が成立することとなった。その後、テレビなどの新しいメディアの登場と普及、カセットテープや1980年代のコンパクトディスクの登場など、新しい媒体の出現、1979年に発売された。 ウォークマンのような携帯音楽プレイヤーの登場などで音楽愛好者はさらに増加し音楽産業は流星の一途をたどったこれが変化するのは1990年代後半にインターネットが普及し始めてからであるインターネットを介した音楽供給はそれまでのように音楽を保存した媒体をもはや必要とせずものとして 音楽を所有する需要は減少の一途をたどった。一方で、音楽祭や演奏会は、この時期を通じて開催され続けており、ライブなどはむしろ流星を迎えているなど、音楽産業をめぐる環境は変化し続けている。音楽都市といえば、一般に音楽文化が特に豊かな都市、音楽が住民の日常生活にすっかり溶け込んでいる都市、あるいは、 音楽産業が非常に栄えている都市などのことを指す。以下はその例である。その他、音楽都市を標榜する市町村は全国各地に存在する。音楽を単なる音ではなく、また言語でもなく音楽として認識する脳のメカニズムはまだ詳しくわかっていない。それどころか人が周囲の雑多な音の中からどうやって声や音を 分離して聞き分けているのかなど、聴覚認知の基本的な仕組みすら、3回目なことが多い。しかし、音楽と脳の関係について、以下のようないくつかの点は分かっている。音楽のなだめるようなやる気を起こさせる音は、心臓血管の健康への様々な利点を含む、幅広い健康上の利点を提供する。適切な状況で適切な種類の音楽を使用すると、ニーズに応じて、 感情的な状態と全体的な健康状態を向上させることができる。音楽を研究する学問として音楽学がある。音楽理論に関するものとしては音楽哲学、音楽美学がある。他に音楽の歴史を研究する音楽史、音楽教育学、音楽心理学、音楽音響学などもある。西洋音楽と 各民族の民族音楽を比較研究する比較音楽学は人類学の影響を受けて各民族の音楽文化を研究する民族音楽学へと変化した。また文学研究でも音楽との関連などが研究される。研究者が音楽評論を書くこともある。その文化的発展度を問わず音楽はどの民族にも普遍的に存在しており、 様々に利用されてきた。軍隊の行軍や式に音楽は付きもので、現代においても多くの国家の軍は、軍楽隊を所持している。日々の労働にリズムをつけ効率を高めるための労働化もまた多くの民族に伝わっており、日本でも田植え歌や木やりなどはこれにあたる。歌書きのように、求愛のために音楽を用いることも、世界中に広く見られる。魔術的。 呪術的用途、さらには宗教的用途に音楽を使用することも多くの民族に共通しており、例えばヨーロッパにおいては、教会が18世紀頃までは音楽の重要な担い手の一つだった。一方、1990年代にアフガニスタンで政権を打ち立てたターリバーンは、公共の場の音楽はイスラムの基準に合致しないと解釈しており、 徹底的な弾圧を行った。2021年にターリバーンが復権した際には、直ちに有名歌手が殺害されたほか、弾圧を恐れたアフガニスタン国立音楽院の教師や生徒100人以上が国外へ脱出した。ヨーロッパの中世大学教育における自由7かの一つに音楽が含まれていたように、音楽は 教養としても重視されることが多く、やがて19世紀に入り近代教育が始まると、音楽も初等教育からそのカリキュラムの中に組み込まれていった。明治維新後の日本もこの考え方を踏襲したが、西洋音楽を扱える人材がほとんど存在しなかったため即時導入はできず、明治15年の小学昇華集の発行を皮切りに徐々に消化が、 導入されていくこととなった。こうした一般教養としての音楽教育のほか、音楽のプロを育成する音楽学校も世界各地に存在し、様々な音楽家を育成している。音楽はしばしば民族のアイデンティティと結びつきナショナリズムの発露をもたらす。世界のほとんどの独立国が国家を制定しているのも、この用途によるものである。国家だけでなく、 一般の音楽においてもこうしたつながりは珍しくない。19世紀にはナショナリズムのうねりの中で当時の音楽の中心地であるドイツ、フランス、イタリア以外のヨーロッパ諸国において自民族の音楽の要素を取り入れたクラシック音楽の確立を目指す国民学派が現れ多くの名作曲家が出現した。民族音楽においてもナショナリズムとのつながりは 一般的に強いものがあり、また、ポピュラー音楽でも、民族を超えてその国家内で愛称される場合、国民の統合をもたらす場合がある。ありがとうございます。